今日やるゲームはこちら、マリオのサッカーするやつ。ちゃんと名前覚えようよ。体験版ができるみたいだからやってみよう。なんかクッパがかっこいい、マリオもかっこいい、これは面白そうなゲームだな。早速やってみよう。とりあえずチュートリアルのトレーニングからやってみる。ぶっちゃけこんなのやらなくても感覚でプロだけどね。ものすごい自信だな。さあ基本操作を勉強していこう。まずは走り回る。どうだい、走り回ってるよ。すごいでしょ。これのシュート、教わってないシュートをやるんじゃないよ。最後に教わるのはシュートかな。シュートはさっき教わったよ。だから音楽だ。意味わかんないな。ちゃんとシュートの練習しなさいよ。 A ボタンを押すだけでシュートなんてめちゃくちゃ簡単っていうか、めちゃくちゃ止まってる。どういう状況これ、足辛くないのかな。絶対辛いでしょう。もっと早くボタン話してあげるさいよ。さあもう一回めちゃくちゃ足を上げていく。だからやめなさいって、めちゃくちゃしんどいだからさ。足しんどい上に方向変えたりしてたよ。なんとなくシュートの仕方は分かったぞ。シュートさえできれば勝てるでしょう。次は何を覚えようかな。順番に覚えてきなさいよ。なんかハイパーストライクっていうかっこいいのがあるよ。絶対これ覚えた方がいいでしょう。途中ごっそり省いてるけど大丈夫かな。大丈夫。ブブブのブーノスケ発想。ブーノスケって誰。なんか変なやつ出てきたよ。それじゃあハイパーストライクのレッスンだ。なんかめちゃくちゃすごそうなぞこれ。早く使いたい。なんかピカピカしてるやつを取ればいいのか。よし、これ取っていく。なんか力がみなぎってるよ。だけど20秒しか持たないって。その間にあの技をやればいいってことか。また足上げてるよ。この状態でメーターを合わせればいいってことなのかな。それじゃあやってみよう。 A ボタンでパワーを貯めてメーターをする。決まった。さあ必殺シュート、いけー。めちゃくちゃかっこいい。火吹いてる。こんなのボールが燃えてなくなっちゃうよ。それは言わない、お約束。決まった、めちゃくちゃかっこいい。続いてピーチ行ってみよう。メーター合わせる。おお、決まった。いけ、必殺だ。反動してる。思いっきり反動してるよピーチ。これはいいの。これはびっくり仰天テストは0点。ツルツル食べれるところ点。必殺技は可愛い感じだね。こんなの止められちゃうんじゃないの。ほらやっぱり。おお、だけど自らゴールに入れた。意味がわからない。こんな技もあるのね。次にクッパ行ってみよう。エネルギーを取っていけ。メーターを合わせる。決まった。さあどんな技。もういきなり掴んでたけど。掴んで燃やしてもうめちゃくちゃ手を投げちゃってる。こんなのサッカーじゃございません。やりたい放題なゲームだね。だけどめちゃくちゃ楽しいっていうか、決まんないのかい。今のシュートか。キーパーどんだけ強いんだよ。ここからは試合形式でやるみたいだね。必殺技を決めまくってやる。まずエネルギー取ってって、ボールちょっと取らないでよ、返してよ。それって取られてる。なんだよこの敵、めちゃくちゃ強すぎじゃないか。だけどこっちだって必殺技、ボール取られたら嘘でしょ。ちょっと返して。どうやって取ればいいの。相手のボールの取り方勉強しないからこんなことになっちゃってる。ボール返してくれ。こっちの練習させてくれ。全然ボール取れません。ガチャ押しガチャ押しガチャ押しっても取れません。もうボコボコに攻められてる。あっさり2点目も入れられた。何の練習にもなってないよ。まず取られないようにしないとな。パス回し、パス回し、そして隙をついて必殺シュート。ミスっちゃった。長押しするな。絶対吹き飛ばされてる。クッパがキーパーに吹き飛ばされてる。あんなにガタいいのに意味わからんな。そんなことよりもまた攻められてるよ。取れないよ。
また入れられたら嘘に過ぎる。とりあえずせめて1点ぐらいは入れたいな。まずは絶対に弾を取られちゃダメっていきなり取られてる、早すぎる。お願いだから返してよ、ちょっと。もうボコ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 にやられすぎ。許してください、もう許してください。いやもう取られてる、取られるの早すぎなんだよな、私取れないんだよな、どうしたらいいんだよ、もうまた決められるわ。笑いすぎだから、笑いすぎておかしくなっちゃってるから。次こそ絶対一発シュートを決めてやる。しっかりとパス回しで取られ、一発シュート、ネタを合わせるなよ、取られてる。どうしたらいいんだよこの状況、相手がもうプロだよ、プロ並みにうまいよ。結局行っても取れずに終わっちゃうのか。よし、取り返した取り返した、ここで一つシュートで取り返されてる、取り返されるの早すぎよ。だけど取り返した、もうめちゃくちゃ内容なんだかよく分かんなくなってる。今どっちがボール持ってるの、おお、いきなり持ってる。よし、ここで一つシュートを決めてやる。いいぞいいぞ、メーター決まった、やったぞ。必殺反則まみれシュート。反則って言うんじゃないよ、目がジューシーに燃えております。決まった、いいぞいいぞいいぞ。これは受け止められちゃうかもしれないけども、その後自らゴールに入れてくれるからね。あーだけど弾いちゃった、何やってたよ。結局必殺シュートを決めないのよかよ、相手が強すぎ。あちびちばー、こうなったらもう一回挑戦だ。まずはパスで絶対取られないようにする。そして一つシュートを決めてやる。いいステゲット、行くぞ。一つシュートを決まった決まった、次こそ決めてくれよ、頼む。さっきのはゴールとの距離が遠すぎてダメだったのかな。だったらこの距離からだったらいけるのかな、頼む決まってくれよ。ここで受け止められるのか、弾かないくれよ。さっきは弾いてダメだったもんね。おお、キャッチした、ということはゴールに入れてくれた、やったやったやった、これで2対0、今回は勝てるかもしれない。まだまだ始まったばかりではわからないでしょう。ボールさえ取り返せたらなって、取り返してる、やった、これならいける。低エネルギーをこっちに飛ばしててくれるのか。さあパス回しでしっかりと相手も取るの、相手もエネルギー取ってくるの、それ卑怯だよ。まさか相手も必殺シュート打ってくるなんてないよね。とりあえずこっちが必殺シュートを先に行ってやる。うわー取られた、卑怯だよ、シュート打とうとしてる時にさ。打ってくんだ、やっぱり必殺シュート、何やってくれてんだよ。よしやめてくれ、せっかく2点取ったし、いや、やめてくれ、外れろ外れろ、お願いだからオンゴールしろ。あっさり決められ、おちっぴちっぱ、せっかく得点決めたっていうのにまた決めないな。さあもう一発決めればいいだけの話って近づいた、最悪だ。また相手のボール、ボール取れるかな。やっぱりボール取る方法覚えた方がいいよ。とりあえず必死にガチャ押しで耐える、なんとか耐えた、だけどすぐに取られちゃった、もったいない、最悪だ。そしてエネルギーまた取られた、なんですぐ取ろうとすんだよ、勘弁してくれよ、やめてやめてやめて、取れ取れ取れ、どっか取れんだこれ、どうやって取れんの、取れなかった、先生一つのシュートまた出てきちゃった、最悪だ。みんな一つシュート受け止めろ、顔面で受け止めろ、ダメか、だけどキッパー頑張れ、必死に必死に弾け、頼んだぞ、いけー、おーなんか弾いた、よくやった、よし、あとは取られないようにってすぐ取られた、嘘でしょ、うまいな、よし、取り返せ取り返せ、ナイスナイスナイス、何やってんだよ、激ムズゲームだよ。ただ操作方法覚えてないだけでしょ。どうにかまた取って決めるしかないな、おー一打撃と、ここで一発ヒット、頼むぞ、気持ちくれ、必殺シュートはなんか2点入ってるから、ここで決まって勝ちだ勝ち、ありがとうございます、いけー、あー受け止められちゃってる、離せ離せ離せ、離してくれ、頼むから、うわー弾き返せるときを決めた、やった、今のはナイスプレーだったね。もう一発しっかりシュート決めて勝ってやる、ちょっと返して
なんとか返してもらった。よし、ここで一つシュートくらえ。これが決まって勝ちだ勝ち。いいぞナイスマリオ、今度はちゃんと決めてくれ。いけ、この距離だったら。あっさり入った。やった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 。そしてタイムも残り少ないぞ。これはさすがに勝ったでしょう。これはいい試合だったね。ボール取れてなかったけど、とりあえずタックルだけ勉強しておくか。 Y ボタン押すだけ。なんか思いっきりも蹴ってなかった。もう一回、やっぱり蹴ってない。とんでもないめちゃくちゃなゲームになってる。さらにパワーを貯めたら恐ろしい。ヨッシーがめちゃくちゃ弾け飛んじゃってるよ。想像以上にとんでもないゲームだったんだね。それじゃあオンライン体験会で試合の方やってみよう。オンラインでタッグを組み対決だ。僕のチームはこんな感じ。僕は1って数字が出てる人を操作するよ。まずはクッパだ。とりあえずタックル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 しまくれ。タックルしまくればいいゲームだもんね。そんなことないから、サッカーするゲームだから。クッパでタックル決まった。そしてシュートが弾かれちゃった。残念、パス。さあこっちや。なんで土下座してたんだよ今クッパ。そしてなんかビリビリやられてる。何やってんだよ。恐ろしすぎる作家だよ。おーおー、ナイスシュー、決まった。今のは僕が決めました。センタリング上げただけで決めたのはコンピューターかな。まずはマリオ、開始早々タックル決める。失敗した。もう一丁殺された。最悪だ。ピンチピンチピンチ、どうしよう。もうボールがどこだかよくわからん。とりあえず敵をタックルで倒しまくってみます。恐ろしいことやってるな。もうサッカーじゃなくて格闘技だね。今僕は女の子をプレイしてます。ナイスパス、シュート。あ、ダメだった。もう一丁、よっしゃ決まった。よっと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 。これがプロの力。別にプロでもないでしょうが。次から次へと得点を決めてやるぞ。まずマリオ、いきなりタックル決めてやる。ちょっと待って、逃げるな。よし、つけやり。よっと決まった決まった決まった。よし、パスしてこぼれ球をシュート打ってやる。あー、届かない。できた。あー、入んなかった。もったいないな。そして敵がパワーを貯めてるか。必殺技出してきちゃうから気をつけないとな。あー、攻められちゃってる。てかゴールに突っ込んでる敵がいたぞ。自分がどこにいるんだかよくわからなくなるね。どこだどこだ、僕の数字は。もうよくわかんないから諦めようかな。諦めるな諦めるな、しっかりやりなさいよ。今クッパー、クッパーやるんじゃった。最悪だ。吹き飛ばすなんて反則だぞ。さっきから散々吹き飛ばしてるじゃないか。じゃあクッパーの仕返し始まりだ。もう次から次へと吹っ飛ばしまくれ。決まってる決まってる。パワーを貯めてクッパーいけ。恐ろしすぎる。なんてパワーで吹っ飛ばすんだよクッパー。ボール持ってない人も次から次へと吹っ飛ばす。なんて恐ろしいゲームなんだ。ぶっちゃけサッカーじゃないよ、スマブラだよスマブラ。僕は今左の女の子か。どこ行った、ボールどこ行った。もうボールもどこ行ったか分かんなくなっちゃうし、自分もどこだか分かんなくなる。今はクッパかクッパ、必殺技が使えるぞ。さあ決めてやれ。パスだ、パスパスくれ。おーおお、必殺技代わりに決めてくれるのか。いったらマリオ、確実にここで2点取っていこう。っていうかマリオは真面目にサッカーやるのね。他の人はすぐ手にボール持つけどね。ここはゴール前にいて確実にこぼれ球を決めよう。来た来た来た、どこ行け、シュートだ、決めろ。うわぁ、なんだなんだなんだ、なんかみんな弾け飛んだんだけど、なんだ今の爆弾は。なんかハテナボックスからアイテムが出てきてるね。マリオカートみたいなアイテムの要素もあるの。やっぱりこんなのサッカーじゃないよ、格闘技だよ格闘技。とか言ってる間に点決めれなかったな、残念。あー、もちもち惜しいな。キバにボール取られちゃったか。あー、必殺技のやつ出てるから取りに行きたかったけど敵に取られちゃった。最悪だ。クッパがボール持ってるよ、ここ決めたいな。ナイスパス、そしてシュートくらえ。あー、惜しい。
もうちょっとだったのに、そうね。さあ、みんなでボールを取って、シュート投げて、惜しいな。なかなか入らない。あとちょっとだっていうのに。ここから守りだ、守り。僕はキノピオーか。取れたか。やったやったやった。ナイス。さあ、前線にナイスシュー。普通のシュートでも案外入るもんだね。3対0で勝ってるよ。これがプロの力。プロじゃないでしょう。たまたま点が入ってるだけでしょう。マリオで、いきなりタックル決めてやるくらい。よしよしよし、取れたか。ああ、ボール落っことしちゃってるよ。最悪だな。ああ、やばい、シュート決められるか。危ない、クリアクリアクリア。ボール弾いて、ナイス。ああ、敵に必殺技のやつ。取られちゃったよ、最悪だ。ああ、ボールも取れない。どうしたらいいんじゃない。ああ、そのまま強引に来るか。さあ、ここでボールを取れ。ああ、ボタン間違った。タックルのボタンと間違っちゃった。もったいない。なんかもう場外に蹴っちゃってんだけど。だけど戻ってくるの。それを打つの。こんな生きのいいボール蹴ったら普通足おかしくするけどね。ああ、スルー入っちゃった。スルー入っちゃった。嘘でしょ ?3 回。最悪だ。やばいやばい。このままだと負けちゃうぞ。しっかりボール決めてこう。まずは後ろにパスして、前に上がる上がる。こっちこっちこっちちょうだい。ナイス。シュートシュートシュート打ったよ。強引にゃ。ダメだった。失敗した。最悪。もうここは守るしかない。守る。タックルで強引に倒しまくれ。倒しまくれ。シュート。うわ、惜しい。決めたかった。最後。さあ、もうガチャ押しガチャ押し。さあ、どうするどうする。何止まってんだ。早く打て打て打て。もう試合終わってるから。なんか、めちゃくちゃすぎて、楽しいゲームだったな。皆さんもよかったら、オンラインの体験会やってみよう。バイバイバイ、パパラピー。チャンネル登録よろしくお願いします。